今回はこちらの2つの分数について、大きい方を選んでいただきたいと思います。3秒後から解説をします。はい、この問題ですね、この数字の個性には実はあんまり関係ないんですね。こちら側、左側の分数について、分子を m、分母を n と置いたときにですね、この左側の分数は、分子は m プラス1、分母は n プラス1という形になります。ということで、この2つの分数が、どっちが大きいのってことをチェックすれば良いことになります。ということで、大小関係が変わらない変形で、左右を変形していきましょう。分母を払うような形でですね、m×n+1 を両方にかけていきましょう。そうするとこちら側は、m に n+1 がかかる形、右側については m+1 に n がかかる形になります。でこれをばらすと、この mn という部分ですね、これ消すことができますので、まあ、m と n どっちが大きいのって話になっていきます。そうするとこれ、m と n っていうのは、まあ、今分母と 分子分母の関係で、分子 m の方が小さくなりますので、これどっちがでかいかっていうと、まあ、右の方がでかいということになります。ということでこちら側はこれ下の不等式がなります。これが成り立つ、これが成り立つということで、結局これは右側の分数の方がでかいという結論を得ることができます。ということで今回は右側の分数の方がでかいですよってことが分かりました。で今回の話はですね、より一般的にこんなような形で書くことができます。2つの、有理数が、こんな状態でですね、右の方がでかいという状況の時にですね、この2つの間の分数として、こういうものを考えることができます。これは、間の分数としてですね、B と D を足したもの、A と C を足したものという形でこんなふうに分数を作ることができます。でこれが実はこの元々のね、2つの分数の間にあるということを、まあ、今と同じような要領で示すことができますから、こんなふうに間にね分数を作っていくことができます。で今回の内容っていうのはこの B 分の A が、まあ、MN で、この、右側の、D 分の C というのが、まあ、1分の1という状況で、その間に来る数というものを考えていたというふうに見なすこともできます。まあ、この辺の話はファレー数列とかっていうことで話題もあるので、まあ、もし興味ある方は調べてみるといいかと思います。はい、じゃあ今回は2つの分数について大小比較のお話でした。ありがとうございました。